スーパースター琵琶湖に来てます。ターゲットフィッシュはあの魚です。はい、フィッシングスーパースターです。ビアマスね、ビアマスのトロリング行きます。今日はビアマス、うわー荒れてます。どうなるか分かりません。とりあえずやってみます。よし、やった、ビア、あー、やりたいことできた。あー、ちょっとしたいたずらを今してみました。普通ね、トローリングでドジャーとか終魚板をつけてね引っ張ることが多いんですけども、その終魚板ドジャーの代わりってわけじゃないんだけども、アラバマの、トーナメントでね使うワンフックモデル、ワンフックバージョンね、ジグヘッド針をいっぱいつけてるバージョンじゃなくて、ブレードがいっぱいついたあって、トーナメントでも使えるワンフックモデルね、ワンフックモデルの、アラバマの、真ん中にリーダー少し取ってね、そこに、ピュアつけて泳がしてみてます。まあブレードを食いに来たバイトとかね、いろいろ取れたらおもろいな思ってね、ちょっとしたいたずらをしてみます。メッサ釣れたらめっちゃおもろいし、果たしてアラバマリグは終魚場になるんだろうかと、ビアマスに効くんだろうかというね実験ですね。お、これいかん。まあ携帯でも辛いものあるからね。お、食った。お、食った。よっしゃ、食ったよ。よっしゃ、アラバマ効きましたね。70センチとかあったらどうしようかな。おお、よう引いてよう引いてよう引いてる。おお、おお、よう引いてるよう引いてるよう引いてる。これはキーパーちゃう。ラスト13メーター、12メーター。おお、アラバマ、おー、めっちゃ引くわ。おお、ここに来てめっちゃ引くやん。竿先ズッボーシ入ってるよ、ズッボーシ。琵琶湖に突き刺さってますやんか、ティップ。すげえ。ウグイエタどうしよう。上がってきました。ノンキエタどうしよう。よし、アラバマ。キンパ。ちょっと測ってみましょうか。めっちゃ引いたのに。ズバー竿先入ったのにね。ないってパターン。これあるっていう、ないっていう。ん？ん？あるんちゃう？あるわ。ある、ゼロ。ここ30やからね。ゼロ。30超えてます。キーパー！ギリギリセーフ！イエーイ！あなたキーパーです。アラバマスプーン。よし。
こんな感じです。アラバマつけてのスプーン、アラバマスプーン釣れた。いや雨やな、降ってくる。アラバマスプーンおもろいな。どんな感じで、どんな感じで水中カメラに映ってるかをすごい見たいですね、これ。いい？アラバマスプーンは水中でどんな感じで映ってるかほんまに興味津々やわ。よっしゃ、お、食った。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、スーパーストライク。おお。よっしゃ、食ったで、食ったで。すんなり上がってくんな当たりは結構グーって重厚感ある当たりやったけど、当たりやったけど、おーい、あんま引けへんな。嫌な予感がする。あの人かな、思いだけですやんや。俺外れたいつ外れた、あんた。かからんかったんかな今。しっかりかけれるように合わせてんだよな。え？カメラ飛んでる。いやいや、グーやって、スイープやで、思いっきり。お、送った。よっしゃー、これでかいわ。いやいや、グーやって、スイープやで、思いっきり。お、送った。よっしゃー、これでかいわ。これでかいわ、これでかいわ。あ、外れた。あー、これでかいわ、これでかいわ。あ、外れた。あー、大きかった。外れた。あれ、まだ食ったんちゃうか。まだひと巻きもせんかって、せんうちに外れたわ。今のは大きいやろ、水中カメラが。これ水中カメラ、家政婦って名前にしようかな。はい、フィッシングスーパースターです。今日はね、決着をつけにやってきました。何の決着かというと、追ってきてるね。おお、おるおる、下におる、下におる。おいおい、おい、よっしゃ、目の前。うおほほほほ。
スーパースター。